どうもね。今日はこのワゴン R の本を交換したいと思います。取り付ける本はこのワゴン R を乗ることによって処分したスバルの R2 につけていた三つ葉のアルファ本、めちゃめちゃベタですよね。あとバンパーのなくなってたピン、それをアリエキスプレスでセットで購入したので、これも一緒につけたいと思います。早速取り付けたいと思います。ピッピー。バンパーの外し方は前回上げた動画を参考にしてください。現状のクラクションの音はいかにもけーって感じですよね。オンはここになります。サイズは5ミリです。ネジを外して配線を外すだけです。新しい本はこことここかな、ここにつけたいと思います。配線のどちらがプラスかチェックします。分かんないな。あ、こっちだ。緑側がプラスだな。こちら側につける本の配線はこのまま使用できるので、もう一つ用の分岐する配線を作ろうと思います。簡単にタップで分岐しようと思います。とりあえず1個だけだとどんな感じなのか、ちょっと鳴らしてみますね。まあ別に1個だけでもそんなに悪くないような気はしますけどね。せっかくなんでもう1個もつけちゃいたいと思います。このままつけるとバンパーに干渉しちゃいそうなんで、ちょっとつて曲げます。こんなもんでどうかな。多分これなら干渉しなさそうなんで、これでつけちゃいます。大丈夫そうだな。いいんじゃないかな。あ、いけね。これのマイナスの線作るの忘れた。どうせじゃマイナスはここから取っちゃおう。オッケー。じゃあ配線をつないで、鳴るかチェックしてみます。やっぱ2つつなげた方がいい音するな。あとはバンパーをつければ完成です。イヤホー。ダメだ、こっち側の本がバンパーに干渉しちゃうや。つける位置変えなきゃ。どこにしようかな。ステーで延長するか。
これで大丈夫かな。改めてちゃんとなるかチェックしますね。バッチリだね。さあ今度こそ本当にバンパーを取り付ければ完璧です。イエーイ OK。 アリエキスプレスで買ったこのピンも専用ではなかったけど問題なくついてよかった。一瞬バンパーがつかなかったんでね、やばっと思ったんですけどね、とりあえず簡単についてよかった。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです。バイブリー。